タワレコード K-POP ラバスご覧の皆さん、こんばんは。レッドアップルです。僕はレッドアップルの영준です。僕は광현です。僕は효석구です。僕は규민です。僕は하멜이です。야7月31日に発売する僕たちのディオンデビューアルバムキスチョーの曲をご紹介します。わお、규민さん、ランチはどんな曲ですか？はい、ランチは明るくて楽しいスイングダンス曲です。スイングダンス、都心の中のホリデーというのがコンセプトで、夏の夜にビーチに来たような感じを表現しています。楽しいし、パフォーマンスポイントで、はい、マリヌク、マリヌク、マリヌク、そうですね。ランチューといえば、走るということだと思いますが、メンバーの中で運動が一番得意なメンバーは、おくー、あー、えぇー、僕は運動は全部得意です。でも、ハンビョルさんは、はい、水泳が得意だと言っていたのに、アイドルクージャー大会に出て、水泳をしたら、要請を落ちたなんじゃないですか。あ、효석さんも、효석さんもあの時に走ってビリで知ったよね。あの時は突然起こされて、いきなり走ったからです。本当はもっと速いです。そうです。僕はサッカーが好きです。サッカー、サッカー、サッカー上手です。それでは、特に運動が下手なメンバーは、レッドアップルは運動に縁がないのです。今までレッドアップルでした。バイバイ、またね。